はい、良い風景です。ですね、とにかくスライムを仲間にできるまで頑張りますよ。で、この辺を出歩ける、歩けるぐらいになるまで、まあ、この辺をうろついてみようかなと思います。ちょっと回復ってどこだっけ？回復って。ここだっけ？あ、違った。まあ、この辺をうろついてる、なんだっけ、小玉だとか、あと、この先だな。なんだっけ、ウィル・オ・ウィスプですか。あの辺が仲間でできればいいかなと思うんですよ。いいやつだ、やっぱり。ウィル・オ・ウィスプは急に話しかけてきた。お前、傷薬ないか。傷薬は私は何だってんだ。仲間になるか。ナイスだ、仲間なる、連れていく。偉いぞ俺けど、ウィル・オ・ウィスプ、今後ともよろしく。ナイスだ。パーティー召喚、これでいいのかな。セーブととか、リブラマ使ってみるか。あ、セーブしてくるのが良かったか。お、なんだ、急に話しかけてきた。まさき、やるやる、仲間になれ。上機嫌だ。ナイスだ。よし、今後ともよろしく。よーし、これで4人揃ったな、パーティーが。で、これでセーブして、あとね、小玉を仲間にしたやつね。音声に、トラブルがあって、データ飛んじゃったんですよ。音声データが。なんで、今、この、アフレコをしてます。小玉が仲間になるところですね。25分ぐらい撮影したんですけどね。音声ダメになっちゃいましたね。まあ、映像が残ったんで、まあ、編集気味に、残り詰め込もうかなっていう感じですね。今、良い風景ですとか言ってるところですよ。で、今、パーティーを確認しようとしてるところですね。パーティーが、4名プラス1名ですかね。ウィル・オ・ウィスプを外しましたとか言ってるんですね。ピクシーか。まあ、こいつを外して、で、ガキですね。あと、小玉。ガキはね、重要なんですよ。今回は特にスライムの材料にするんで、後でレベル上げておきます。君に力を貸したとして僕得する？さっぱり。正直まで、ね、いいな。でそういうのなんかよくわからない。悪魔よくわからない。なんか希少な情報を教えてくれてるらしい。悪魔不思議ですよ。悪魔との会話は面白いですね。このゲームは特に。普通は容赦なく倒すけど。で、この先が分院かな。分院の方に行きたいんですよね。ゲートパス、さっさと先行きたいんですけどね。戦闘カットしました。ボルテックス界のシャロー、懐かしく見ています。ここがね、また面白いんですよね。ロビーを我が物顔で泳ぐ悪魔が見えるだろう。あいつはフォルネウスという悪魔だ。あいつがいる限り、そう簡単に病院からは出られねえな。飛んでますね。こいつがフォルネウス。小玉がいましたね。もしかして君、フォルネウスを倒そうとか思ってない？思ってる思ってる。いくら君が強い悪魔でも、一人じゃ歯が立たないだろうね。出現する悪魔を倒すばかりじゃなく、話しかけて仲間にすれば一緒に戦ってくれるかもよ。
まあ、一人でここまでは来れないよな、さすがに。今、これもあれですね。こんばんは、良い風景ですとか言ってるとこですね。戦闘カットしました。なんかリベラマーかかってて、敵がもうやたら出るんですよ。エンカウント率上げちゃってるんで、解除してくればよかったんですけどね。ガキ結構役に立ってますよ。10万回で助ける。助けない。悪魔で倒す。外にはもっと強い悪魔がいてね、いっぱいいるんだって。まあフォルヌースなんてゲのゲですからね、実際。まあ最初は苦戦するかもしれないけれども、この辺はもう雑魚ですよ。この先なんだっけかな。ちょっと聞いてくれよ。さっきまで分院にいた人間がフォルネウスの隙を突いてうまく外へ逃げたんだ。人間ってことはあいつらですね、きっと。お、なんか、マップを確認してるんだな。なんか迷ったっぽい。探索中迷います。シューマの効果が切れた。これでエンカウント率が下がったかな。なんかね、ものすごい方向音痴なんですよ。地図があっても迷うんですよね。ブツブツ。悪魔って結束してるから邪魔するやつを先に倒すのが海馬成功の秘訣。まあ、貴重な情報ですよね。誰に向かって言ってんだ？独り言か？めったに会話じゃ仲間にならない奴もいる。扉ロックされている。ロックを解除しますか？この先は、スタート地点ですね。だからあんまり来ても意味なかったです。なんで、すぐカットしちゃいます。この辺もカットしてよかったんですけどね。まあ、ちょうど、まあ、15分以内に収まった感じなんで、ここから先はカット少なめじゃなかったかなと思うんですけど、なんか戦闘のテンポがいいんですよね、このゲーム。でもなんかそのテンポが良すぎて実況が難しいかもしれない。なんかゆっくりめの方がね、喋りやすいっていうのありますよね。この病院を出て南の方角に代々木公園と渋谷の街がある。特に渋谷は店やディスコがあって楽しいところらしいな。ここはフォルネスのおかげで牢獄だ。とにかく目下、渋谷の方角を目指していこうかなと思います。そこには、スライムも出るし、あとその辺にうろついてると仲間にするんじゃなくて、合体で仲間にしようかなと思うんですよ。現時点でできる限り最強のスライムを作ります。まあ、どのみち弱点を克服するとかそういうレベルまではいかないんで、間違いなく。結局、進む途中で作り直すかなっていう感じなんですけどね。今、セーブしようかなと思ってるところですね。科博ですね。科博を仲間にしようとか今考えてるところですよ。残り1体にしてから、最後の1体を、会話でっていう感じかな、確か。こいつを。力を吸わせて。こんなチンチクリじゃなかったらね、エロいなとか思うところなんですけどね。喉越し爽やかって。
これじゃ安すぎる。50万か。安っぽいやつだ。多分こいつ楽かじゃ覚えるんで、今いよいよなんですけどね。時間があったらこいつのレベルも上げておきたいところですけども。今セーブしたところですね。科博ですね。まあ、使えるスキルがね、なかなか覚えていかないですよね、こいつは。私が癒してあげる。いいお姉さんだ。優しいお姉さんだ。で、あとね、式神を仲間にしたいんですよね。あ、こいつに話しかけてなかった。ホルネウスを倒すだと、本当に倒せたら俺の全財産をくれてやるよ。まあ倒しますよ。最初のボスですからね。式神出ましたね。こいつを仲間にします。魔石やるやる。40マッカ仲間になった。こいつもね、重要なんですよ。これが、これで、スライムの材料にします。タルカジャを覚えるんで攻撃力を上げられるんで有利ですよ。っていうことを今話してるんですね、きっと。あ、小玉外したんだな。なるほど。外すのピクシーでもよかったな。で、まだ、あ、そっか、この先、強い余興を感じる。中に入りますか。もう少し探索をしてから、っていう感じですね。まだ行ってないところがありそうなんで。マップ確認中。あの中央の扉ですね。そこまだ行ってないっていう感じ。ここを出て左、そこですね。ここ入ってない。行ってるだけだ。楽勝楽勝。式神攻撃外したな。レベルアップ。何あげる気だ？ああ、速さか。速さってどうなんすかね？上げとくべきなのかな、やっぱり。攻撃外れるな、しかし。クリティカル食らってるし。チャクラドロップか。ここはなんだ？四年隊がいるだけか。ホルネースはこの病院を自分のものだと考えている。ここの任す日は全部俺様のもんだってな具合にね。だから歯向かうとやられるぜ。で、はしごがあるか。マハジオの石、マハブフの石、300マッカ。この辺の周りはなんか東京のまんまですね。ビルなんか建っててっていう感じですね。まあ、この辺でじゃあ、次回までにちょっとレベルでも上げておきますかね。ご視聴ありがとうございましたっていう感じですね。はい、ということでありがとうございました。